はいどうも皆さんこんにちは。本日はスチームデックについて語っていきたいと思っております。で、今日なんだけど、スチームデックについて語っていくということで、ちょうどね、ストーリーズ2を遊んでいたところなんですよ。そうそうそう。厳選集会してたところなんだけど、せっかくね、最新情報が来たっていうことなので、 今から話していければなと思っております。では早速中身に入っていきましょうか。しかもね、今日の動画の内容なんですけど、かなり重要になってくると思うんで、ぜひね、最後まで見ていただければと思います。では早速中身に入っていきます。話したい内容につきましては、左のメモにまとめてきたので、こちらに沿って話していければなと思っております。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもレビュー系の動画であったりとか、モンスターハンターの動画であったりとか、 いろいろな動画を投稿してるんで、ぜひよろしくお願いいたします。で、まずですね、この Steam Deck っていうゲーム機なんだけど、先日紹介させていただきました。簡潔的に申し上げますと、こちらの Steam Deck、持ち運び可能な携帯型ゲーミング PC。 まあそういった認識で間違いはないのかなと思っております。で、名前からわかる通り、スチームのゲーム専用機になっているんですが、様々な遊び方ができます。具体的に何ができるのかっていうところに関しては、以前の動画で語っているので、そちらの動画を見ていただければと思いますね。で、今回はですね、 前回の動画では明らかにならなかったところだったりとか、あとは追加の情報がたくさん来ていたので、そちらの方をまとめました。メモを見てもらったら分かる通り、めちゃくちゃね、紹介するところがあります。ですので、このスチームデック、気になる方は、ぜひ最後まで見ていただければと思いますね。ではまずですね、排熱機能ですね。 こちらに関しましては以前から問題になっていたんですが先日試有会っていうものがございましたこの試有会っていうものは実際にこのゲーム機を手に取って遊んでみるみたいなまあそういった会になるんですけどその際に多くの方がこのスチームデックに触れたわけなんですよその結果としましてゲームをずっとプレイしていても なおかつ複数人で回しまくっていても、全く本体が熱くならなかったので、排熱機能に関してはしっかりと作動しているということがこの度分かりました。ですので、ゲームが熱暴走したとか、熱暴走して落ちてしまったとか、多分そういったことはね、かなり少ないんじゃないかなと思ってます。まあ、もしかすると、部屋の温度が35度とか36度とか、そういった環境でやってると話が変わってくるかもしれませんが、まあ、一般的な温度、25度から30度ぐらいであれば、 特に問題なく遊ぶことができるのかなと思いましたね。で、あとはボタン配置ですね。こちらのゲーム機見てもらったらわかる通り、ボタン配置に課題があるんじゃないかっていうことが言われてました。まあ、すごく簡単に言うと、ここにつきましては人によって異なると思うんですが、遊会で遊ばれたた方のレビューを見見ていると見た目より ボタンが押しやすかったであったりとか、スティックの感度が非常に良かったであったりとか、思ってる以上に持ちやすいとかやりやすいとか、そういったポジティブな意見が非常に多かったです。これっていうのは結構参考になる内容で、まあ実際にかなりのお金をかけてこのゲーム機開発してると思うんですよ。で、相当計算されてると思うから、まあボタン配置であったりとか、排熱機能っていうところについては、今回のこの試遊会で懸念がなくなったのかなと思いました。さらにですね、容量について、ゲームの容量っていうのは、 64GB とか、256GB とか、512GB とか、様々な容量で販売されるわけなんですけど、拡張性っていう部分では、 マイクロ SD で容量の拡張を行うことができるみたいです。購入段階の容量によって、例えば 256GB、512GB、この容量によるグラフィックへの影響っていうのはないみたいですね。こちら公式回答が出ておりました。ですので、SSD とか読み込み速度とか、まあそういったところに関しては違いがあるんですが、基本的なグラフィック性能であったりとか、そういった部分については、初期の段階のゲーム機の容量は関係ないということですね。ですので、64GB の モデルを買ったとしても、512GB のモデルを買ったとしても、特に影響はないっていうことです。ただ、64GB を買ったけど、後々、もうちょっと容量が欲しいなって思った時に、マイクロ SD で拡張が可能だから、まあそういったところはね、非常に汎用性が高いのかなと思いました。ただ、逆に言うと、拡張するには、 マイクロ SD を買わないといけないんで、まあ、ここがちょっとね、懸念点ではありますね。で、次、故障修理について。まあ、こちらね、懸念されてる方多かったんじゃないかなと思いますね。結論から申し上げますと、ゲームのスティックだけの修理はできない。ボタンのみの修理はできないということになります。まあ、要するに、こちらゲーム機ごとの修理になるっていう、まあ、そういった公式回答がされてました。まあ、ここにつきましては、どういった壊れ方をしてるのか、 どういったところに不具合が生じているのか、そこによって変わると思うんですけど、故障修理に関しては結構高額になるみたいだなと思いましたね。まあ、どれぐらいお金がかかるかわからないんですが、多分任天堂スイッチとかと比較すると結構金かかるっていう印象がありますね。まあ、ここの詳しい内容についてはまたね、情報が出てくると思うので、もし情報が出てきたら皆さんに展開させていただければと思います。で、次、バッテリーについて。まあ、ここに関しましては以前の動画では、 全く分からなかったんですけど、今回新しい情報が出てきまして、設定により大きく変動すると。まあ、これに関して当たり前ですよね。既存の任天堂スイッチとかでも当たり前なんですが、画面の明るさであったりとか、解像度であったりとか、いろいろな設定によって起動時間が変わりますと。ゲームをプレイする時間が変わりますと。では一般的な設定、何も設定をいじってない状態だとどれぐらいゲームをすることができるのかっていうところなんだけど、 明るさが通常 30fps で5時間から6時間ぐらいゲームを連続でプレイすることができるみたいです。まあ、これがね、多いと取るのか。 少ないと取るのか難しいところなんですが、ただまあゲームのスペックであったりとか、解像度であったりとか、そういったフレームレートであったりとか、そういったものをね、考えると、まあこの5時間から6時間っていうのは割と優秀じゃないかなと思ってます。ゲーム機の CPU にも相当な負担がかかってると思うんで、まあそういったところを考えると5時間から6時間は優秀じゃないかな。ちなみに米印で書いてるんですが、グラフィックの設定はもちろん可能になってます。 まあこれがね、具体的に何を指してるのかっていうところなんですけど、グラフィックを下げることによって、ゲームの連続プレイ時間が長くなるわけですよ。まあ要するにデフォルトだと5時間から6時間しか遊ぶことができないんだけど、設定によっては10時間とか遊ぶことができますよっていうことです。ですので、ここによっては本当にね、個人の設定によって大きく変動するから、一概に言うことはできないんですが、ただまあ普通にゲームをプレイする分には問題ないのかなと思いました。ちなみにですね、メモには書いてないんですが、 60fps でもゲームをすることができるみたいです。いやーけどね、フレームレートを 60fps とかにしちゃったら3時間ぐらいしか遊ぶことできないんじゃないかな。どうなんだろうちょっとわかりませんけど。ま、あ一応ね、60fps にも対応してるみたいなんで、本当にね、持ち運び可能なゲーミング pc みたいな感じなのかな。ですので、中途半端なスペックのゲーミング pc より、 下手したらね、このスチームデックの方がスペックが高いんじゃないかなと思います。まあ、ゲームに特化してる携帯型のゲーミング PC なんで、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですが、まあそういった意味でもね、FPS とか TPS とかも割と高いレベルで楽しむことができるんじゃないかなと思いました。で、あとはですね、ちょっと流し読みしていきたいんですが、VC 用マイクはついております。 で、背面ボタン割り当て可能。で、ドックの価格詳細は未定っていうことで、まあ、ここについてはまた続報が出てくるんじゃないかなと思ってます。さらに VR 対応。で、OS は SteamOS 3.0っていうものが導入されております。ちなみにですね、多くの方が疑問に思われていた MOD についてなんですけど、モッドも使用可能になってます。例えば、Minecraft、皆さん、やってますよね。いや、やってるんかね、ちょっとわからないけど、知ってますよね。多分知らないっていう人少ないと思うんですよ。ゲーマーの中だと。まあ、パソコン版のマインクラフト いくらってモッドを入れることができるんですよねモッドを導入することによって様々な遊び方ができますとまあ、すごく面白い遊び方ができるわけなんだけどそれがねなんとこの s スチームデックでもすることができるみたいですやり方に関しては現時点で明らかになってないんですがただ少なくともモッドしようかのっていうことが公式の回答から得られてるんでこれに関しては確定かと思いますですのでモッドで遊びたいぜって思ってる方には朗報だと思いますねこれはかなりでかいんじゃないかなゲームの拡張性っていう部分だったらモッドはね相当重要なんで特にゲーマーの の方にとってはめちゃくちゃ嬉しい出来事ではないかなと思っておりますさらにですね os の入れ替えも可能ですまあ、極論になってしまうんですが windows にすることも可能みたいなんですよねただまあやり方に関してはもちろんね現時点では判明してないんでもし判明したらまた追って情報展開させていただければと思っておりますまあ、こういった形でたくさんのことが今回明らかになりました前回情報展開された時は本当にねゲーム機の値段であったりとかどういったことができるのかであったりとか どういった機能が備わってるのかとか、まあそういった基礎的なことしか、 判明してなかったんですが今回はより詳細が判明しました日本での発売についてなんですけど現時点で未定になっておりますまあ未定ですのでいつ出るのかっていうのはまだ分かってない状況なんですが来年の可能性が高いと思いますねゲーム機本体自体はほぼ完成してるみたいなんで日本で発売するのは来年の可能性が高いみたいですねまあおそらく2022年の冬までには発売すると思うんですが地域によって発売日が全く異なるみたいだからもしどうしても早く欲しいぜっていう方日本で 購入というより、ヨーロッパとかそっちの方で購入する方が多分早いんじゃないかなと思います。下手したら1年ぐらい早く入手することもできるかもしれないんで、もしどうしても欲しいわーっていう人は、海外の方の情報も見てみるのありかもしれませんね。ちなみに、こちらのスチームデックの日本語のサイトなんですけど、すでに展開されております。ですので、もしかすると当初の予定では、2022年中っていうことになっていたんですが、前倒しになって、2021年の年末とか、 そういった可能性ももしかするとワンチャンあるんじゃないかなと思ってます。いや、それはさすがにないか。まあ、どれだけ早くても2022年の春か夏ぐらいだと思うんで、多分そこら辺を見合わせに考えていくのがいいのかなと思いました。ちなみに値段に関しては前回の動画で詳しく話しているんですが、結構高いです。一番安いモデルでも約4万円ぐらいなんで、まあそこに関しては財布と相談なのかなと思いました。ただ高スペックのものになると、7万円以上するから、まあ、ゲーミング PC っていう、そういった側面を考えると、 ま、値段はかなり安いと思うんですが、ゲーム機として7万円っていうのは高いですよね。まあ、要するにパソコンとしては安いんだけど、ゲーム機として考えた時に7万は高すぎるみたいな、そういったイメージかな。ただま、さっきも言った通り、携帯型のゲーミング PC ということなんで、様々な遊び方ができます。ですので、ゲーム機というより、持ち運び可能な、簡易的なパソコンみたいな、そういったイメージで購入される方も結構多いんじゃないかなと思っております。 まあ、やれることも多いし、あとはね、OS の入れ替えも可能なんで、いろいろな遊び方ができるんじゃないかなと思ってますね。まあ、それこそね、昔日本で PSP っていうゲーム機があったんですが、皆さん知ってますかねその PSP のグレードアップバージョンみたいな感じかな多分ね、そういったイメージの方が割としっくりくるんじゃないかなと思いますね。まあ、これ一台でゲームも遊ぶことできるし、音楽も楽しむことできるし、ネットサーフィンも遊ぶことできるし、いろいろなことができますよっていうことですよ。ちなみに、購入につきましては、公式サイトで事前に予約して、 購入するっていうそういった運びになっておりますですのでどちらかというと店頭で並んでゲーム機を買うというより EC サイトで購入するみたいなそういった購入の仕方がメインになるんじゃないかなと思ってますもちろんね店頭販売もされると思うんですが主な購入ルートとしては公式サイトになると思うんでこちらも合わせてチェックが必要かなと思いましたまあ、こちらに関しましてはおそらく転売屋対策なのかなと思いましたそう転売屋がね本当に躍動するから このね、転売や対策っていうのをしっかり取られていて、ここが非常に良かったなと思いました。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。